リッキー・フジは、日本のプロレスラー。本名、森村方即。1984年、新日本プロレスの練習生であったが、デビュー前に退団。土ハートのレスラー育成所で知られるカルガリーに渡り、修行し直し、1988年6月28日、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州カムループスにおいて、ロースハート戦でデビュー。以後、2度にわたる重傷で、 レスラー生活の危機に見舞われたが、その度に復活を遂げる根性を見せ、タイガーマスクやブラックトムキャットといったマスクマンとしてカナダのインディペンデント団体を転々とした。1990年、帰国して FMW に参加。当初はクリス精神やミスターポゴのタッグパートナーとしての参戦だったが、ほどなく仲間割れを起こして FMW 側に転じる。 大似た厚氏、ターザン後藤、サンボアザコと共に、FMW4 天皇の一人となるものの、後に、大似たらに反旗を翻し、ビッグタイトンらと共に、チームカナダを結成。得意の話術を活かし、プレイングマネージャーとして、FMW マットを荒らし回った。FMW 内での経歴は、正規軍チームカナダ騎身組、リーサルウェポン正規軍。 1996年5月には、自身が影響を受けた、ロックンロールエクスプレスともトリオを組んだ。FMW 崩壊後は飲食店の従業員となる、傍ら、WMF や WJ プロレス、道のくプロレス、静岡プロレス、ターザン後藤をはじめ派、北斗プロレス、ガンコプロレス、ガッツワールド、新潟プロレスなど、インディー団体に幅広く参戦し、自主工業も開催。 アメリカンプロレスを基本スタイルとし、入場時のエアギターやリング上での尻出しなどの独特のアピールを持つ。一部の熱狂的ファンからロックンロールコールを受けるのも定番。サマーソニック2006のエアギター選手権に出場。典型的なアメプロスタイルな外見とは裏腹に、レスラーになって、しばらくまで格闘技志向も強かった。また中学生だった菊田さなえに、 プロレスの仕組みを教えたのもリッキーフジである。2006年に覆面マニアにてカルガリータイガーのキャラクターを復活。2012年1月3日付で開園隊土壌所属となった。ありがとうございます。